はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。12時35分を回りました。10月16日土曜日のまったりとした午後の始まりです。お昼にね、一番絞り3回いただきましたね。ふーっとなりかけてまして、今日は昼寝できるかなという感じですね。お昼寝ができると幸せな気分になるんですね。さて、今ね、ニュースを見てましたらね、日本人のね、所得が30年間変わっていないというようなニュースがありまして、それを喋ろうかいなと思ったんですけど、別にそんなしょうもない話ですね。30年間給料変わってへんやんと。まあ給料は変わってるんですよ、皆さん。それを30年の年を経るわけであって、30歳の人は60歳になるわけですからね。私は今59歳ですから、29歳の時から今までですね、まあサラリーマンをしていたら多分それは給料多少増えたんちゃいますかね。同じ会社に勤めたら絶対増えるでしょうね。一部上場企業に30年勤めていたら、この30年間で年収は倍ぐらいになってのはあかんでしょうけども、日本人の平均所得は増えてないんですってね。で、まあそんなことよりもですね、40年前ですかね、今から40年前、私19歳の時がございまして、こんなじじいにもですね、19歳の時がございまして、その時初めて、海外旅行に行きました。私は同志社大学の2年生やったかな。まあ向こうの言い方すると2回生って言うんですけど、19歳の時に、アルバイトをしてました。広告代理店が研修ツアーがあるから行ってこいって言われて、僕が行っていいんですかって言われて、行ってこいって言うの。でね、行きました。それを初めて行かせてもらって、パスポートを取ってね、で行かせてもらったのがハワイ。いやー、びっくりしましたね、ほんまにね。40年前、ちょうど40年前の今頃ちゃいましたかね。いや、びっくりしました。ほんまにびっくりしました。世の中こういうところがあるんやなと思って。19年間京都からほぼ出たことがない人間ですからね、ハワイみたいなところで、ここはほんまにまさに地上の楽園やんって。でお金を持ってないわけですね。お金を持っていけないわけですから、ほんと乏しい小遣いの中で、小先輩方のお世話になりながらですね、楽しんだんですけど、ほんとこれはええとこやと思いまして、計その後3回、学生の時ですね、3回行きましたですね。もう全部、最後は33の時ですけども、また行ってみたいなと。ハワイ好きやわと思って。でまあその後でですね、ハワイに行ったので、中国に行ったりとか、ヨーロッパに行ったりとか、まあアジアに行ったりとかしてるんですけども、いろんなとこ行っては見てるんですけども、バリ島もここ4、5回行きましたかね。やっぱりハワイですね。ただバリ島もいいとこですよ。まあいいとこですよ、やっぱハワイですね。何しても高いですよ、ハワイっていうのは。もう一時ね、僕は20代の後半の頃にはですね、うわ安っと思ったんですけど、今多分行ったらもうそれ高いでしょうね。もう一食30ドルぐらいが払うんじゃないですかね。ラーメン30ドルが言われそうですね。まあそれでもハワイ行きたいわと思いますけども、どうでしょうかね。まだ機会があったら行きたいなと思ってましたけど、もうこんな年になりまして、いやまあ円も安くなりましてね、日本人が相対的に貧乏になりました。まあそれでも行きたいなという気持ちでいるんですけど、ヤフーニュースを見ておりますとですね、こういうのございます。これは昨日の23時16分ですね、昨日夜、米11月8日から接種義務化、日本からの入国規制強化ということで、共同からのニュースですね、ワシントン共同。短い記事なんで読んでいきたいと思いますけど、ワシントン共同、米ホワイトハウス担当報道担当者は15日、米国に空路や陸路で入国する外国人に、回路はあらへんねんけど、前は入国する外国人に11月8日から新型コロナウイルスのワクチン接種完了を義務付けるとツイッターで明らかにした。ツイッターで明らかにするんだよと思うんですけどね。入国禁止対象外だった日本などは新たな接種義務が課され、規制が強化されることになる。
まあ、つまりコロナ接種しましたという証明書もこう持っていかないとですね、入国させてもらえないということですね。ワクチン接種義務化を軸とした入国政策が各国にも広がる可能性がありそうだ。入国を原則禁止してきた欧州などからの外国人に対しては接種を条件に緩和する形になると。日本人はそれまで入国できたんです。ただ確かね、やっぱりあの隔離措置みたいなのあったと思いますけどね。それをですね、原則ワクチン接種の証明書を出さないと入国できないというようになりますと、例えば私のようにワクチンを打っていない人間、今のところ打つつもりもないですよ人間はアメリカに入国できない。ハワイってね、アメリカでしょあかんやんそれというなるわけですねいやだから今ねこの瞬間、あ、ハワイに行こうとかって行こう思ってもですね、あかんのですよ。入国してさせてもらえないですよ。ワクチンをただあかんわというですねで最近ね、厚生労働省は発表してませんけどね、ワクチン接種後に亡くなった方の諸事情っていうのがですね、9月以来発表されていない、9月の初旬以来発表されていないんですね。もう今10月も半ば過ぎましたよね。いや亡くなってるんですよいっぱい実は亡くなってまして、そのワクチンで死ぬかコロナで死ぬかっていう選択を迫られてるようなもんでして、まあ、あのどっちの可能性も低いんですけども、ワクチンの方が若干低いかなという感じですね。今正確な統計数字は出ていないし、あのワクチン接種後の方についてはですね、あの因果関係をなるべく調べないようにしてるわけですね、私から見るとですよ。だから正確な数字は出ていないと思うんですけど、危険性はかなり高そうやと思いますね。だから嫌やんそんなんと。で、あの今さらワクチンなんかね、接種せんでもね、僕多分獲得免疫あると自分で思い込んでるんで、またそんな余計なことせんでも大丈夫やん俺はって思ってるわけですよ。だから、接種しない方針なんですけど、私みたいな人間はアメリカに入れてもらえないっていうことですね。でこれこういう方針はいつかは解除されると思うんですよ。あの世界的にコロナが収まって、ああもうなんなん過去の話やんというふうになったらですね、まあまだ昔みたいに OK ってなるんでしょうけども、それまで多分ね2年ぐらいは続くんちゃうかなと思うんですね。2年続くということは私が61になるまでいけへんって言われて、いややんそんなん。まあでもそれまでいくかどうか分かりませんけどね。な今更行ったところでね、ほえーんってしただけですけどね。でもそれをしに行くのがハワイですからね、ほえーんってしに行くのが。なんかご飯が美味しいわけでもないし、なんかアトラクション、今更アトラクションなんかやりませんけどね、何かこうエンターテインメントが面白いわけでもない、ハワイアンディナーショー見てへーへーって言ってただけですけどね。あハワイはええわと思って、バリも行きましたけどね。まあいやハワイはねお金出したら何でもできるんですよ、まあ、バリもそんなとこありますけどね、うん、でもまあ基本的に安心感というのは違いますからね、先進国か途上国かという違いがありますからね、うん、だから英語を自由に使いこなせる人にとってバリはすごくいいと思いますけどね。バリの人は大体英語喋りますから、で僕らみたいにこう中途半端しか英語使えない人間にとってはですね、ハワイの方が楽でいいですねしかもその安心感がありますから、まあ、別に治安はねどっちも何でも同じぐらいですよ、バリもハワイも実は、まあしかしちょっとショックですね、この接種証明書を出さな入れたらへんと。バリは入れるって言ってますね今ね、インドネシアはね。また次バリかっていう、もうバリはなという、まあまあ、いろいろありますけども、この共同のヤフーニュース貼っておきます。今短い記事全部読みました、読んでないかな。ワクチン接種義務化を軸とした入国政策が各国にも広がる可能性がありそうだって。これ日本もやりそうですね。入国を原則禁止してきた欧州などからの外国人に対しては接種を条件に緩和するから、そうです、ここ読みましたね、短い記事です、貼っておきます。
日本もね、もしかしたら言うかもわかりませんね、接種した人でないと入国できないと。まあ私は別に日本にいるんでね、いいですけどね、ああという感じ、いやいやそんなんと思いながらこの記事を読みました。あの一応貼っておきますんで、皆さんももしご覧になりたいという方があれば見てみてください。はい、どうもありがとうございます。